ははい皆さんこんこにちは村長です今日は機能に引き続き素晴らしいソフトウェアゆかりネットコネクタそして UD トークこの辺のところを組み合わせたこれからの新しい動画作りこれにとっても応用できる技術をいろいろ検証していきたいと思います。村長ミュージックスタジオ まず昨日はまあここんななとができるってううよ動画といってもちゃんとした動画じゃなくって本当に何ができるかなっていうような感じで試行錯誤したような動画だったんですけれどもあれを見てすごく未来を感じる人もいれば「村長何言ってるんだ」っていう感じでそれがどうなんだということがまだよくつかめてない方もおられると思うんですけれども。 まずこれは、こういう iPad のソフト、iPhone でもいいんですし、もちろん Android とかでも動くようです。こういうソフトに話しかけてすると、すぐに喋った言葉が文字として認識します。それを Wi-Fi 経由でパソコンに取り込もうということです。この今の iPad のこの画面、このまま見せていてもいいんですが、それを 画面左の方の黒くなっているのはそのまま iPad の画面をちょうど映していますちょっと見てみてくださいやってみますはいみなさんこんにちは村長です今日は iPad で 話した言葉がすぐにテキストになるその実験を今やっているところですはい。今画面が切れていたので僕の顔はどうでもいいのでですね画面を広げました 広げたというよりも、まあ、ここにこうやって見ていただいたらこのように全く同じことが写っていますこのように、えー、しゃべったらですねすぐに声が文字になるわけですそしてちょっと僕は退散しますはい 僕のパソコンの画面はこんな風になっています。こののの左にあるのが素晴らしいいネネットコネクタというものですそこでこの UD トークとつなぐということをこの画面で設定をしましたらそしたらこのゆかりネットコネクタに入ってくるわけです。 それを OBS とつないでるわけですね。OBS ソケットというソフトを OBS にプラグインとして入れておくと、このローカルの通信ポートと接続しまして、OBS の方に文字を送ったりすることができるようになるんですね。ですから、今は画面の下に何も出ていませんが、 ここでもう一度実験をやります。日本語を表示します。今、黄色い帯のところと緑のところに、日本語と英語が表示されました。このように、瞬時に変換するわけですね。そして、その変換の方は、翻訳エンジンというのがあって、 この翻訳エンジンが今は僕はマイクロソフトの無料の翻訳システムこれで使えるようになっています課金をしたからです課金をしない時は Google 翻訳ライブラリー無料というのがありますこれよりもよくできた翻訳システムになっていてかなり正確に翻訳をするようです 翻訳は一つの言葉だけではなくて、あと3つ、合計で4つの翻訳が同時にできます。それを OBS に送って表示することができるようになるわけです。ただし、僕が本当にしたい YouTube の DTM の解説などは、生放送するというのはあまりないと思います。それをこうやって翻訳システムとかをすると、 間違って翻訳したときに逆効果になるからですそして毎月200円の課金をしましたらとっても便利な機能が増えましたそれは動画編集支援というこの機能がつきまして動画ソフトに持っていけるようになったわけですちょっと見てみましょう今喋ったようなこととかがずっとこうログとして残ってくれるんですね こういう感じですそれを字幕ファイルとして動画ソフトとかが読み込めるそういう形式に変わってくれるわけですどういう風になるかというとこの画面のように時間が表示されてそしてそこにデータが入っていくようになります 1>, 1時間22分28秒の769から753とこういうふうな感じでその間の時間表示するということになります次の言葉はこんな言葉です。 明日は晴れるといいね。このように保存されました。これを SRT 形式でもう一度保存します。 そして、動画ソフトから読み込みをします。挿入のファイルから字幕を挿入。このように字幕が読み込まれました。 見てください。このように文字が表示されます。これでもちろんこのように動かすこともできますし時間がちゃんと管理されているのでその時間にきっちり表示されているわけです。字幕ファイルを見てみると時間も ちゃんと表示されていますこれで喋った言葉を文字起こしするのがとっても便利になりました。これにあとはチェビオの音声合成に喋ってもらえばうまくいくようになります。次の実験はそれをやってみたいと思います。